かな。続いてリクエストする人は宮本かりん。はい、こちらへどうぞ。はい、楽しみ楽しみ。誰だろうさあ、はい、誰にリクエストしますか。金田智子ちゃんです。はい、じゃあセンターの方にお願いします。すいません、なんか、はい、テーマございますので、テーマ見てみましょう。テーマこちら、一人寂しい夜に歌ってほしいハロプロソング。素敵。どういうテーマなんですか。うん、出てきた。いや、やっぱりね、トモコはやっぱなんか寂しい時に、あのトモコの声に寄り添ってほしいって思ってそうっていう気持ちがすごく、まあ、なるほど、はい、あの溢れ返ってしまったため、はい、こういうことになりました。そうですか。はい、溢れ返ってしまったためね。はい、じゃあそんな溢れた楽曲を見てみましょう。歌ってもらう曲はこちら、キュート会いたいロールにびっくりします。ぴったりですね、この時期。うん、そうなの。はい、ということで、あの、うん、先ほど夏の演出みたいなのありましたけど、どうしますか、はい、演出は。え、申し訳ないんですけど、はい、やっぱ私があの、うん、トップを張りたい。は、何言ってんの。目立ちたがり屋。何ファンとして、ファンとしてのトップを張りたい、はあ、今回に関しては。なので最前列の、さらに最前列をいただきまして。これだからか。それが、はい、あの精一杯のね、あの愛の手を入れて応援したい。降りるの。はい、降りますよ、もちろん。え、マジ。はい、あ、何まるね、はい、ちょっと待って、ちょっと準備、ちょっと聞かせてください。あの、かりんちゃんの顔がファンの方から全く見えなくないですか。あのね、これはね、あの DVD でぜひお楽しみくださいってことで。 DVD? そういう戦法か。 あっちのカメラ狙ってますんで。これか、専用カメラ。8番にかりんちゃん、一応そこで立ってもらって一回立ってみて。後ろ。行きますよ。鉢巻きまで。じゃあ、ずっとこれしてってもいい？てか、何グッズいっぱい持って。会いたいロングクリスマス。いや、楽しそう。これ昨日深夜1時まで作ったんだ。やばいやばい。歌詞は。ありがとうございます。歌詞見ないと歌えないです。じゃあ、行きましょう。じゃこれ私たちはけとこう。え、そうですね。みんな寂しい、一人寂しい。これやっぱカリンがさ、反応したいらしいから。え、なんか愛の手入れるんだね。愛の手入れる。愛の手とかある。それに合わせてみんな言って。それに合わせて。え、難易度高めだけど頑張ってね。大丈夫。予習しなくて大丈夫。トップが言ってるから。トップがね、トップが言ってんだから。みんないつトップになったの。それでは行きましょう、はい、宮本かりんリクエストで金沢智子に歌っていただきます。アイダイロニークリスマスミュージックスタート。もう全然すごいよ、みんなずるいよ。多分このトップにはついていけないと思ったんだろうね。すごい、ちょっと背が強い。そうだから最前列の人が見えなくならないように、立たなかったことだけは褒めてほしい。偉い。なるほど。
トップとしてのね。トップとしてのやっぱり意気込み。トップじゃないから別に。最初びっくりするぐらい下手だったけど。トモコに会いたいよ、いっぱい言いたかったの。で、トモコの顔が見たいだけ、フォーってやつが言いたかったなるほど、うん、怖い。歌いづらかった、非常に歌いづらかったですね。なんか、一人寂しい夜にって言ってるのに、うん、全然寂しくないし、うん、まあね、すごいね、ある意味心強かったかもしれない。これがかりんちゃんのリクエストだったので、そうですね、見事でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、この公演